さて、お前たちにもカカシ班と同様の任務をしてもらう。カカシからの情報によると、あいつらは暁を追って砂隠れから川の国へと向かっているらしい。そこでお前たちも今から川の国へ向かい、カカシたちとサポートし合い任務をこなす。わかったな。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いや先生、半日で行きましょう。どう考えたって一日では無理だ。そういうノリでする会はやめてください。もうまったくお前たちはまとまっているのかまとまっていないのか。よし、みんな川の国へ向けて出発だ。頼むぞ。よし、川の国へ行く準備はこのもんだろ。さて、そんじゃ砂隠れの門に行くってばよ。あ、来た来た。あれ、カカシ先生は？まだ来てないわよ。準備が終わってないんじゃない？ふーん。誰だ？あのばあちゃんとじいちゃん。いやー、遅れてすまんすまん。あ、カカシ先生、遅いってばよ。ん？あやつは木の葉の白い牙。え、カカシ先生にいきなり何すんだってばよ。あの時はよくも木の葉の白い牙め。息子の仇、今日こそわしが成敗してくれる。いや、私は本堂無用じゃ。おい姉ちゃんよ、よく見てみろよ。よく似とりはするが、こいつは白い牙ではねえよ。なんてな、ボケたふり。ああ。なんだってばよ、このばあちゃん。なるほど。で、そのお二方が砂の相談役である千代婆様と海老蔵様ですか。ああ。さて、ここで立ち話する時間もそうあるまい。そろそろ奴らを追いかけんといかんぞい。そうだってばよ、カカシ先生、早く行こうぜ。そうだな。それでは私たちはこれで。待て、わしも行こう。え？千代婆様、それはいくらなんでも。かわいい孫を久しぶりにかわいがってやりたくての。孫？先ほど
カンクローが意識を取り戻し、暁の中に赤砂のサソリが属していることが判明した。赤砂のサソリ？そのサソリとは、わしの孫のことじゃ。だが、今のあやつは風影を襲った一味に過ぎぬ。ならば身内の者が罰を与えねばなるまいよ。なのどうでもいいからさ、カカシ先生、さっさとガーラを追いかけようぜ。そうじゃ、早く追わぬと奴らの思うがままじゃぞ。ええ、それでは千代婆様は私たちがお預かりします。まあ、だがくれぐれも無茶はしないでくれ。はい、それでは。よし、とにかく川の国に急ぐってばよ。川の国に入ってだいぶ経ちましたね。気をつけろ、誰か来るぞ。嘘だ。お久しぶりですね。お前は知っているんですか、ガイ先生。誰だ。珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、すぐに思い出させてあげますやね。とんでもないチャクラのようだ。これは暁。さあ始めましょうか。水遁爆水昇波。行きますよ。ほら！ダイナミックエントリー！ほら！開始。ターンルール決定。お前が通れるまでに青春と30回言えなかったら逆立ちで皇帝ご学習だ。青春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 。
きますよ。一旦無限だべ。まだまだですよ。さすがにやりますね。面白くなってきましたよ。余裕でいられるのも今のうちだ。それで私を包囲したつもりですか？甘いですね。水分身の術。こいつ。さあ、続きを始めますか。戦闘開始。こびちこら。うぐ。は。ほ。うぐ。うぐ。は。ほ。うぐ。止めだ。は。ほ。こびちこら。勝てない。決天継承。こんなものか。分身体でこの強さか。しつこいわね。ちょろちょろとうるさいですね。そろそろ消えてもらいますか。やれるもんならやってみなさい。開始。よっ、はい、リング小さくダンス合わせてみよっ、はい、それ
ただで済むと思わないでよ。装備大展開。それでおしまい。なんとかなったわね。リート先生、大丈夫かしら。